は毎年8月9日、10日、11日、12日と高知市で開催され、今年で70回目の節目を迎えるお祭りです。1950年、当時戦後の全国的な不況の中、南海地震で被害のあった高知市民を笑顔に元気にしたいと願って始まったお祭りです。よさこい祭りへの参加のルールは大きく3つだけ。鳴子を持って踊ること、楽曲の中によさこい節を入れること、前に前進して踊ること、この3つを取り入れれば誰でも参加できるお祭りです。その取り入れやすさから、第1回のよさこい祭り参加団体は21団体、踊り子の数は750人でしたが、現在では約200チーム、約2万人の踊り子が参加するお祭りになっています。また高知のよさこいは北海道など全国200の地域に広がり、現在では海外でもよさこいを取り入れたイベントや団体が増え続けています。そのよさこい祭りのルーツとなった成長よさこいをお楽しみください。コニエは自由が生まれた土佐で生まれ、土佐の人と風土に育まれました。コニエは踊る人も見る人も楽しめるよさこいを作りたいと1991年に結成され、今年で30回の節目を迎えます。今から30年前、イベント的要素が強かったよさこい祭り、日本の文化お祭りとしてもう一度よさこい祭りを再定義したいという思いで誕生しました。コニアのよさこいは徐々に共感を呼び、現在のよさこいのベースを作り、県外海外へとファンを増やしています。その活動は幅広く、国内では原宿表参道、明治神宮、伊勢神宮など、海外ではカタール、ドバイ、台湾、中国、韓国、タイ、オーストラリアなどでも演舞を行い、高知の文化であるよさこい祭りの魅力を
国内外へと発信しています。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。